り本日は大勢の皆様にご参加いただいております。お給食の数に限りがございますので、できるだけ皆様で共有していただきまして、一人でも多くの方がうちの夜にご参加いただけるようご協力をお願いいたします。また周りの方に傷がかからないようご配慮いただけると助かります。どうぞ後ろの方の皆さんもまだ前にお給食用意してございますので、前の方にお越しください。そして前の皆さん、どんどん後ろの方にもお給食用意してください。せっかくのね、打ち水なんですが、ちょっとね風も強くなってきましたが、去年は雨が降っていて、打ち水の瞬間だけ、ちょっと晴れ間が覗くという。今日は雨で、ぜひ多くの人にかからないように打ち水の方をお願いします。そして下にお荷物を置いてらっしゃる方がいますと、打ち水で濡れることもありますので、お荷物の近くに置いて、ちょっと後ろの方ですとか持っていただいたり、濡れないようにしてみてください。それでは参りましょう。大手町丸の内有楽町打ち水プロジェクト2016、せーの、それそれそれ。皆さん、お子さんたちも打ち水ご参加いただいています。いかがでしょうか。後ほどご参加の皆様にも丸の内消防署の方々にご指導いただきながら使っていただき、地域防災の意識を高めていただけたらと思います。打ち水を終了とさせていただきます。ありがとうございました。そしてこの後ステージ向かって正面で東京丸の内盆踊り2016がスタートします。皆様もぜひ応援の輪に加わって夏の日差しお楽しみくださいませ。丸の内エリアの人気商店が屋台キッチンカーでお祭りならではの屋台メニューを販売し、お祭りの雰囲気をさらに盛り上げてまいります。さらに新丸ビル前中通り側1号館広場に設置されたドライミストの噴射など、実際に手で触れ